92号ではリアカメラ、リアシェルフパネル、リア内張りを車体に取り付けます。今回付属するパーツです。最初にパーツ12のリアカメラ A をパーツ13のリアカメラ B にはめ込んで接着します。次にリアカメラをパーツ11のリアシェルフパネルにはめ込み、パーツ17のネジで固定します。次に91号で組み立てた車体にリアシェルフパネルをはめ込み、パーツ17のネジ2本で固定します。次にパーツ05の2の刻印のある右ドラフターをパーツ01の2の刻印のある右リア内張りにはめ込んで接着します。続けて右リア内張りにパーツ03の2の刻印のある右アームレストをはめ込んで接着します。さらに右リア内張りにパーツ04の2の刻印のある右パネルをはめ込んで接着します。次にパーツ15のグリップをランナーから切り取り、パーツ14のハンドルにはめ込んで接着します。次に組み立てたハンドルをリア内張りにはめ込み、裏側からパーツ17のネジで固定します。次にリア内張りにパーツ02のクォーターガラスをはめ込み、パーツ16のネジ2本で固定します。次に組み立てたリア内張りを車体の右内側にはめ込んで接着します。右側と同様にパーツ10の1の刻印のある左ドラフターを1の刻印のあるパーツ06の左リア内張りにはめ込んで接着します。続けて1の刻印のあるパーツ08のアームレストをリア内張りにはめ込んで接着します。さらに1の刻印のあるパーツ09のパネルをリア内張りにはめ込んで接着します。次にランナーから切り取ったグリップをハンドルにはめ込んで接着し、リア内張りにはめ込み、裏側からパーツ17のネジで固定します。次に右リア内張りにパーツ07のクォーターガラスをはめ込み、パーツ16のネジ2本で固定します。次に組み立てた左内張りを
車体の左内側にはめ込んで接着します。これで92号の作業は終了です。アッシャー。